クルジュ県は、ルーマニアのトランシルバニア地方にある県。県とは、クルジュイコールナポカ。第一次世界大戦前のハンガリー時代において、コロジュとソルノクドボカと呼ばれていた2つの行政区域を合わせた領域に、ほぼ相当する。2002年の国勢調査によると、県内の民族構成は、ルーマニア人が79.4%、マジャール人が17.4%、 ロマが2.8%。東はビストリザナサウド県とムレシュ県、西はビホル県、北はマラムレシュ県とサラージュ県、南はアルバ県に接する。面積の3分の1は産地で、県の南西部はアプセニ産地に属し標高1800メートルに達する。北部はトランシルバニア平野で丘陵と谷が連なる。ルーマニアで経済が 最も発展している地域の一つで外国からの投資が多い。クルジュイコールナポカは IT 産業や金融の中心である。その他の産業には機械部品、木材加工、ガラス、製薬、化粧品、食品、繊維がある。工業や天然ガスの生産もある。県は5つの都市、1つの町、74の小自治体からなる。 国家統計局ポップやレイティ国家統計局ポップやレシャデュープエトニー。ありがとうございます。